っしゃ、ヒット。よっしゃ、食った食った。よっしゃ、食ったぞ。はい、ポイント来ました。まあ、大きい川のちょうど、そこに瀬があって、カーブがあって、で、流れの強いところと弱いところと、はっきりした場所ですね。はい。まあ、やっぱこういう瀬のエンドにお茶屋もたまりますんで、シーバスが回遊してくると。ここ、寝れましょう。いざ。さあ、楽しみやね。うん、いい感じ。エクセンスジェノス、テクニカルパスファインダーの96ですね。新しいやつです。今回新しい竿が出ます。エクセンスジェノス S96M F3 テクニカルパスファインダー96です。このロッドはですね、僕が、この前に監修して出している、92のテクニカルパスファインダーの、ワンパワーアップ版ですね。ちょっとパワーが上がりました。ルアーのウエイトは 6g から 40g まで投げれる竿になってます。このロッドの特徴はですね、まあエクセンスジェノス全部そうですけど、このスパイラル X コアのブランクス、そしてこのカーボンモノコックグリップ、まあ、カードはこれで100円で上がりますね。それにこの、X ガイドの、エアロチタン、これが入ってるんですけど、まあ、このテクニカルパスファインダーの最大の特徴はこの3ピースですね。このロッドは3分割になってます。ティップ、ベリー、バット、このように3つ分かれてて、こうすることによって、ティップ部かなり繊細で柔らかい乗りよいティップを入れることができて、ハードパッドと組み合わせてるんですけど、ベリーの部分ですね、真ん中がそのつなぎ役をになってて、まあ本当にティップが柔らかくてバットが強い竿なんですけど、うまいことこのベリーがそれを全部こうトータルでパッケージングしてあって、非常に使いやすい竿になってます。まあ僕がこのスロッドを使うステージは、まあ、あのベリアのちょっと、まあ、ルアー大きいのを使う場所から、ちょっとした磯とか、まあ、サーフ遠投が必要な大場所、そういうところまですごい幅広く使う竿なんですけど、まあ、小型のバイブレーションから本当にまあメタルジグ、大型のミノーまで幅広く使える竿になってます。テクニカルパスファインダーの92と今回これ新しく出る96、この2つでまあ僕のほとんどの釣りがカバーできてしまうという感じです。はい、皆さんもぜひ、使っていただければ、まあ本当にね、ティップが一番ジェノスシリーズの中では一番柔らかいですので、まあ本当に小場所から大場所までかなり使用範囲の広い感じで使える竿になってますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ええ流れですね。流針に掘り込んでボトムまで落としてタッチしたら、バイブレーションをふわ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 させながら緩く流していく感じですね。ボトムを漂わせて、デイゲームなんで魚上にはいなくて、ボトムにシーバスはボトムにべったり張り付いてるんですよ。それをリアクションで食わす感じですね。これを場所を移動しながらやりましょう。どっかに潜んでるやつが食ってくるじゃないですか。うわ、でかかった。OK、石なんで動くでしょう。今日はちょっとラインは1号使ってます。 PE のちょっと僕はいつも08なんですけど、1号で太めっすね。まあ根がかりも危険性が高いんで、ちょっと太めのチョイスです。
色を変えよう、色をカラーをチェンジングですね。赤金からこのちょっと緑っぽい色に変えてみます。ちょっと水質が思ってる以上にクリアなんで、ちょっと水色に合わせた色にします。今まあ本当にあのシーバスが食べてるベイトが落ち鮎、大きいですよね、まあ、20センチとか25センチぐらいになるような餌を食ってるシーバスなので、やっぱりルアーもやっぱ大きめが絶対にいいですね、はい。でまあ今回この 100ES がドンズバのサイズだと思うんですけど、あとこのルアーを使う、この利点としては、まあ、やっぱこう流れがすごい今日強いところでやってるんで、この流針のボトムを速やかにこうコンタクトして取るにはやっぱりこの 33g の重さっていうのは重要ですね。まあ、軽いバイブ流しちゃうとやっぱりあの流れていけばいくほどこうあのコントロールできなければできないほど根掛かりのリスクが多いですから、まあ、こういうところはこの重たいバイブでダイレクトにボトム取ってキビキビ動かしてというところではこれ完全にバッチリハマってますね。はい、こちらサルベージソリッドの新しいやつが出ます。見てください皆さん、サイズが大きくなりました。100の ES10cm ですね。サルベージソリッド今までは85だが一番大きかったんですけど、この100、1.5cm 大きくなって10cm の 33g というヘビーウェイトのモデルが追加されます。はい、まあ、これによってですね、まあまあもちろん飛距離も出ますね。あとはまあ85よりもレンジが入ります。そして波動がでかい、そしてこの面ですね、面が広いんで、まあ、フラッシングが強い、ベイトフィッシュ、シーバスが食べてる餌がでかい時、マイワシとかコノシロとか、まあ、お茶湯とかですね、そんな、パターンの時に効果的なサイズになってます。まあ、絶好調のサルベージソリッドね、まあ皆さん見ていただいたら分かるんですけど、これ本当に薄くてもう鉄板ぐらいに薄くて非常に飛距離が出て、あとはルアーのこの立ち上がりですね、アクション入れた時のこの立ち上がりの良さが非常にいいです。これはもう85の、ものとも全く変わらない使用感で使っていただけると思います。この100の ES33g 皆さんぜひぜひいろんな場所に入れてみてください。飛距離抜群に出ますしね、はい。でまあ、あとソリッドで薄いんで、もうスッとこう竿を煽った瞬間にも立ち上がってますから、非常に使いやすいですね。はい、ポイントはね、ここはナルトの海峡筋に来ました。とりあえず一発目に入れるルアーはこいつ出ました、フラッシュブースト。まあ、まだちょっと、メインはね、ユーマズメなんですけど、まだちょっとデイタイムで、まだ明るい時間帯なんで、このフラッシュブーストのプレートで誘いたいと思います。シマロから今回、すごいルアーが出ます。今までになかった性能が乗ってます。驚きのルアーです。それがこちらですね、皆さん。じゃじゃーん。見てください。このルアー。シャローアサシン 99F フラッシュブースト、ここ皆さん分かりますか？この中にですねパネルが入ってて、それが勝手にピロ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 動いてます。これがフラッシュブーストというところで、中にバネが入ってて、そのバネでこの中のプレートが動いてるんですけど、まあもう本当にちょっとの振動でもうプル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 動きます。これどういう効果を生むかというと、まあルアーを投げて着水してほったらかしの状態、まあドリフトとか、まあ、流してる状態でもルアーはアクションしてなくても中のプレートはずっと動いてるんで、ノーアクションでもこのフラッシュで魚を誘い続けることができるというすごいプレートが入ってます。まあ、あとこのルアー、シャローアサシン99ということで、まあ今まで実績の、サイレントアサシンの99シリーズのシャロー版なんですけど、まあ、このリップももうすごいちっちゃくてシャロー版なんで、まあ、本当に投げて
巻いてもすごい浅いレンジを通ってくるんですけど、このフラッシュブーストもやっぱり太陽光とか常夜灯を反射して魚にアピールするんで、まあ、レンジの浅いところで引くと効果的なんですけど、まあ、このルアーのそのシャローの特性とこのブースト、フラッシュブーストが相まって浅いレンジで魚がこう上を見てもうほんまにキラ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 光ってて、それ誘うということになってますね。もう今これ喋ってる状態でももうずっとピロ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 動いてますんでね、これ皆さん見てください、これすごいですよ、これ本当に全く新しい技術、フラッシュブースト、皆さんぜひぜひもう大いに期待しとっていただきたいですね。今からこう夕まずみにかけてどん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 この流れが強くなって、バン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 もっと流れるようになるんで、そう流れれば流れるほど、強くなれば強くなるほどベイトフィッシュが一箇所に溜まりやすくなって、そこにシーバスが回遊してきやすくなるんで、まあちょっとチャンスあるかなと思うんですけどね。いい感じや、流れがどんどん強くなってきました。ライン出します。である程度まで流したら止めて、ビューッと横にルアーを出してで巻いてくる感じですね。でこの流れの際に餌が溜まるんで、そこをこうルアーでゆっくり通してくる感じですね。でまあこのタックル、まあまあやっぱりこの釣りルアーラインも遠くにこうライン出してルアーも遠くに行くんで、すごい感度がすごい重要です。なので、まあ、細めのラインも使ってますし、まあ、僕これ今回チョイスしてる竿は S の96、これファーストテーパーですごいティップで当たりルアーの動きがよう分かりますね、はい、これをだから鈍感な竿でやると遠いところのルアーの動きが分からないんで超過の差が出ます。でもねこれほんま長い工程をこうゆっくりゆっくりこう巻いてくるんですけど、その途中でこの緩くなったとこ通ってるんだけど、やっぱり流れのその中でも強いとこと弱いとこがあるんで、こう巻きながら感じながら流れの強いところに入ったらよりゆっくり巻いて、そこから抜けてスコッと軽くなったらまたクリクリクリっと巻き入れて、このまあちょっと見た目分かりづらいですけど実はそれ絶妙にやってます。流れに当てすぎると食わないし、流れから抜けて緩くなるとルアー動いてないんでパパッと動かさなあかんしみたいな、その微妙なところをこの96の感度で取りながらやってます。あとはこのリールとのこの感度と竿の感度とリールの感度のこのマッチングですね。でライン細めにして、このライン太かったら水の抵抗だけですごい圧力かかって分からないんで、これ1とか 1.2 とか使うとやっぱ分かりづらいですね。細くすればするほど分かりやすくなるんでいいんですけど、変えました、ルアーチェンジ。次はこいつを流したいと思います。はい、ゴリアテハイの 125F、強輪ですね、鱗模様がギラギラしたやつ、これの背中がチャートでちょっと目立つやつですね。こいつをちょっと流したいと思います。まあ、このゴリアテはねこう流れのこいつりにはすごいジャストなんで頑張ってほしい。行ってみよう。今回もう一つのすごい技術革新があります。それはこちらです。はい、これはゴリアテハイの 125F なんですけど、これに乗ってるホログラムを皆さん見てください。これすごいですよ。イワシのねこの鱗を忠実に再現したこのホログラムが貼り付けられてます。これは強輪と呼んでまして、これはもうね手に取って見ていただいたら分かるんですけど、本当にグワグワして弱ったイワシがこう発するような本当にキラキラっとこう 3D でこうなんかそれが再現されてる、こうなかなか映像では分からないかもしれないんですけど、
まあ、本当に手に取っていただければこのねすごいプログラムが見ていただけると思います。まあこれも本当にあの魚をこう視覚的に惑わす大きな要素となって今後釣果に結びついていく新しい技術です。このシマノの新しいホログラム恐竜、皆さんぜひ覚えておいてください。そして実際に現場で使っていただいてそのポテンシャルを体感していただきたいと思います。まあこんだけ流れもね効いてますしね、そのタイミングで来てますしね、チャンスはあると思うんですよね。時期的にもどんずばやしね。噛んでる噛んでる。ちょっとそっち行きます。ちょっと角度変えます。ルアーはレスポンダー129。いい感じで流れてんな。ゴリアテでちょっと色変えました。シルバー系からゴールド系にお願いします。流れはもうどん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 速なって、今でもうほぼほぼいい感じのマックス状になってきました。マックス上のちょっと前なんで今ぐらいが一番 GI ですね。いつもこの時間帯が一番食いますね魚は。流れが一番強くなる手前、この30分がチャンスタイム。飯の時間やからね回ってくるはずですよ。食いそうやなここ。ええー、とこ通っとるで今。よっしゃヒット。よっしゃ食った食った。よっしゃ食ったぞ。ええー、当たりやったぞ。なんか重いぜ。食ったよ。食ったけど跳ねへんね。しますや。よっしゃ。Aサイズや。ほらゆっくり寄ってこい。ゆっくり寄っといて。ゆっくり寄っといて。よっしゃよっしゃ。流れの際作ったね。粘ってやっといてよかったね。よっしゃ来い、よっしゃ来い。おー来い。よっしゃよっしゃ取った。いやー嬉しいね。もうロッドの感度だけが頼り。緩いところにファーッとルアーが出てゆっくりゆっくりこう抜ける強いある
抜けるツムナルを感じながら、ティップが取った、ティップがこの魚を取った、よっしゃー、ナイスワン、あざーす。あー、やっぱおもろいなシーバス。震えた。まあ、このね96は僕どっちかっつったら、僕ベイエリアが多いんで、もうちょっとちっちゃいルアーをデイゲームのね重ためのバイブレーションとかそういうのをまあ動かすように作ってるんですけど、まあでもやっぱりレギュラー曲がったらすごいレギュラーに曲がる竿で、まあほんまこのフラッキングでもねしっかり貫通させるし、いい魚でもしっかりバットが受け止めて、まあ3ピースなんでティップ柔らかくてベリーがいなしてバットが止めるっていう、まあ分かりやすい竿なんですけど、ういー、あーバチリ、あー、ええの釣れました。ナルトシーバス、文句なしの80ジャッペね。